こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の踊りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、今回は、竜の道第2話いきたいと思います、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、最初の方なんですけど、はい。8分ぐらいのところ。8分ぐらいのところ、はい。はい、玉木さんと、高橋さんの言い合い。そうですね、はい。喧嘩するところ非常に良かったですね。よく聞いているし、うんうんうん、で今ね突っ込んでいくし、うんうんうん、ここはいい対立だったんじゃないかなと思いました。うん、ここ素晴らしいと思います。そうですね。でここでその現場を今野さんに見られてしまって、うん、でそれを何とか処理しないといけないっていう今回の話のちょっと軸になるような、うん、きっかけになるようなところでしたね。で、はい、あと次が、はい、23分はい、ぐらいのところなんですけど、うん、遠藤さんの、役に玉木さんがこう近づいていくというか、はい、うんうん、2人が、ね、対決するシーンというか、そうそうそう、はい、でそこ良かったっすね。遠藤さんが絡むとやっぱ緊張感が違いますね。うん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 、そうですね。うん、なんだろうな、しかも細かいんですよね。細かいこうやり取りなんですよね、うんうんうん、2人ともだからよく見てる、よく感じてる、ね、よくやり合ってるんじゃないかなと思いましたね。うん、そう、まず探り合うっていうところですよね。基本的にその、まあ、目的が、復讐、このドラマの大きな目的は復讐っていうのがあって、うん、で、まあ、2人にその、玉木さんと高橋さん側には、隠し事がある、それをバレないようにするっていうのがあるのが、非常にいい緊張感を生んでるというか、っていうところですかね。はい、で僕最も良かったなって思ったのが50分のところですよね。はい、細田さんと遠藤さんのところなんですけど、はい、こう図的にはこう細田さんがこう来てるっていう、うん、お父さんはちょっと糾弾するというか告白するというかそういうところですよね。はい、なんですけどもう遠藤さんがもう強すぎて、いや強すぎっていうかそのなんだろうな、うん、物ともしないっていうかそういう感じですよね。そうなんだよね、めちゃかっこいいのね。で、ね、まあ、一応セリフではね、負けじゃっていうなんかなってるけど、うんうん、その前のカットでもう全然体が負けてないのね。バチバチ言ってるんだけど、うん、もうバチバチっていうかそのなんかこう言ってることはね、細田さんがこういう攻撃的なんだけど、うん、体を見るとこう逆の図式になってるっていうのがめちゃくちゃ面白くて、でもやっぱ全然面白いと思って、でまあその後ね負けじゃって言ってたけど全然負けてないけどね、うんうんうん、それがねすごく良かったっすね。面白かった、うんうん、だからこれが緊張感を上げてるんだろうな、なんかそこにちょっと本物があるんだろうなって思うシーンでしたね。うん、そうですね。まあ復讐の劇なので、まあ、敵が強ければ強いほど、まあ、ドラマが盛り上がるというか、うん、っていうところがありますね。そういう意味では遠藤さんやっぱりいいですよね。いいキャスティングというか、うん、最適なね、うん、バッチリのところですよね。さあ、あと遠藤さん絡みでその食卓のシーン、多分30分、うん、31分ぐらいのところだと思うんですが、うん、あそこも僕すごい良かったなと思って、うん、ワインの飲み方だったりとか、うん、食事の食べ方だったりとか、音の立て方だったりとかが、うん、その人ゼロから成り上がってきたっていうのを、うん、その人生自体を象徴してるというか、表現してるなと思って、うん、あそこすごく良かったですよね。遠藤さんがいろんな人と、まあ、絡むんだけど、うん、それぞれ顔が違うというか態度が違う、うん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 、距離感が違うっていうのも面白いですよね。うん、そうですよね。その敵役の、まあ、別の側面というか多面的に見えてくるっていうところですよね。そこもあるとちょっとそのドラマが深くなっていくというかところがあるのかなと思いましたね。いや面白かったわ。そうですね、やっぱりその緊張感があるというか緊張感が劇を引っ張っていくところなのかなって思いましたね。こうぐっと引き込まれて見ていけるというかっていうところですかね。うん、半端ない半端ない。怖いし、かっこいいし。そうですね、そうですね。うん。よかったと思いましたね。ね、その騙し合いとか、探り合いとかね、緊張感がやっぱり、
見る人を引き込んできたかなって思いますね。はい。はい。これからもね、まだ2話なので、先楽しみですよね。はい。はい。ありがとうございました。この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。